さあ、岩手県に戻ってきました雫石町。向かう先はですね、5年ぶりのあそこです。さあ、到着しました。ここです。やってきたぞアレッコ。5年ぶりに来たぞ道の駅アネッコ。今日はね、ここでお風呂もご飯もゆっくりと楽しみたいと思います。さてさて、やってきました橋場温泉って言います。道の駅アネッコの中に併設されている温泉です。橋場温泉。はい、葵さんも寒いから中入って。橋場温泉、やべえ。さあ、ではお風呂行きましょう。今日はどんなにゆっくり入っててもいい。いいですよ。今日は道の駅アネッコ、岩手県の雫石の道の駅です。ではこれからお風呂上がったので、まずは乾杯しちゃおうかな。今お風呂入ってきて、まったりリラックスタイムです。妻、はい、妻はスマホ依存症なんでね。違う、今まで知ってた。ずーっとスマホばっかりいじってますけどね。気温はマイナス7度ね。気温が冷めてしまったのか、夫婦が冷えてしまったのかわかりませんが、とりあえず今夜めちゃくちゃ寒いです。この後ご飯食べに行きます。アネッコナイトです。いや、寒い。さあ、夜ご飯もアネッコですね。今日はだから飲めるんです、ご飯で。最高。さあ、食べましょう、食べましょう、入りましょう。ここ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 、OK。葵さんのビールですか、それ。あなた、10歳ですよね。それって、法律違反だと思うんですよね。皆さんにどうコメントされるんですか。早く飲んで。ああ、そうでした、そうでした。乾杯。幸せの小通りさんのお正月。ここの道の駅は本当最高なんですよ。なんでかっていうと、風呂入ってビール飲んで飯食ってそのまま寝れる。お願いします。てってれー。うわ、でけー。いただきます。これはね、チキンが大好きなんですよ。チキンが I love チキン。ご覧の通り完食です。お雑煮のスープがめちゃくちゃうまい。お会計お願いします。あのね、お雑煮のスープがめちゃくちゃ美味しかった。本当ですか。作ってくれた方に伝えておいてください。はい、お雑煮がめちゃくちゃ美味しかった。2回言った全部美味しかった。ごちそうさまでした。時刻は10時半。もうみんなね、疲れてしまいました。さすがに今日で6日目、この旅6日目、さすがにね、みんな疲労が溜まってしまってますね。ゆっくり寝ましょう。1月3日今夜はここまで。それではグナイ。天然パーマおはようございます。それではオープンザドア。てってれー。アネッコの朝です。気温はマイナス8度ぐらいでしょうか。非常に寒い朝です。おはよう妻。おはよう。はい、おはよう葵。さあ、素敵な快適な夜をありがとう、アネッコ。それでは1月4日今日も滑る。向かう先は上張温泉スキー場。レッツゴー。正面にスキー場が見えてまいりました。到着。結構来てる。見張り温泉スキー場。ここは葵が一人で滑れるようになった思い出のスキー場です。その時の動画をご覧ください。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。5歳の時の葵さん、初めてね、父ちゃんの股を離れてスキーが自分で滑れるようになった伝説のスキー場です。今日は、風速20メートルありますけども、気合い入れて滑っていきますよ。いいか、いいか、はい、よーし、行こう。よーし、1ラウンド目行ってみましょう。えーほー、すごい景色、青い父ちゃん、最高ですね。雪質、山頂期待できそうですね。青いさん、うふー、楽しむぞ。網張温泉スキー場、さあやってきました。5年ぶり、早速1本目パウダー行きますよ。オーよし、青こと行くぞ。カチャマイク、そのままダウンする。コース内にいっぱいあるから超かっ飛ばしで行きましょう。オーライ、足ここで引っ張って、よし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 、一発カモン、ふぅ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 、よし行くぞ。イエーはいよ、いいね、いい雪だね。いや、いい景色。ちょっと今ここ行こうね、こっちのところ、勝手先取るか。あー、最高。よし、レディーゴてきてる。いやー、風いいところ、うーふナイスパウダー、イエー、最高。イエホーイ、グーパンチ、よし乗ろう。よいしょ、お願いします。いかがでしたか、小鳥さん。深くて軽くてクリーミーでいて、それでいて最高。あおい、父ちゃん、ラウンド2、思いっきり滑ろうぜ。パウダー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 、ありがとうございました。どうも、アナゴです。またすブリザード、やばい。わわわわわわ、あ、怖い怖い怖い。板持ってかれた。今板がビューって持ってかれた。いやー、すごいです。天気は良くなってきたんだけど、風がやばいですね。風速今20メーターぐらい出てます。強い時。そして気温はマイナス10度。やばいよ。妻、網張り、
温泉スキー場気持ちいいだろ妻、気持ちいいだろ妻ええか、ええのんか。先ほどスキー学校のねおじいちゃん先生には大変お世話になりましたと挨拶をさせていただきました。残念ながら今日は不在でしたけどもね、5年後息子は今こんなパウダーを滑れるようになりました。その最初のきっかけを作ってくれたのが網張温泉スキー場のスキースクール、はい、今回はね網張のパウダーをめちゃくちゃ滑ってますサンキューおじいちゃん。おじいちゃん、相棒、ついてこい。よいしょ。妻、いかがでしたか。本日私がご用意しました、しっとりふかふかエレガントパウダーでございます。ね、下にいるときはまさかパウダー滑れると。結構深いね、しかもパウダー。いえいえ、私がご用意しておきました。貸し切り？はい、もちろんでございます。最高のパウダーまた当てましたね。私たちパウダー当ててない日がないです。ない。いい年になるね。すべてがうまくいっている。最高。下まで一気に行くぞ。カモーン。ウーフー。いやー。いやー。いやー。うわあ。ウーフー。あ、やばいやばいやばい。ウソ。助けてアオ。助けて。右足のスキーが出てこない。右足のスキーを出してくれ。せーの、よくしょ。せーの、よくしょ。よく行きよう。いっく、あ、はまった。二人で引っ張って。うっく、せーの、ぐっぐしょ。っく、やったー。せーの、ふっぎゅ、よいしょ。はい、せーの、よっこいしょ。うー、くそー、超ロスタイム。カミング、いいね、気持ちいい。グーグー。はい、母ちゃん、ナイスパウダー。網張温泉スキー場、最高のパウダーでした。また来るぜ。ありがとう。やってきました、網張温泉会館。こちらも5年ぶりです。行ってみましょうか。露天風呂こんな風になってます。いいお湯だった、いいお湯だった、いいお湯だった、いいお湯だった。めっちゃくちゃ温まりました。次は下東高原行こうと思ってるんで、今日はちょっと移動ですね。ここから花巻の方まで移動したいと思います。ありがとう、網張温泉スキー場。最高のパウダーだったよ。約束だ。絶対にまた来るよ。さあ、では花巻に向かって出発したいと思います。いや、
やー、今日も最高のパウダーが食えました。なんか毎日パウダーの質が向上してるね。そうだね、うん、なんていうの、あのパウダーの質記録更新中、うん、今日も午前中すごいいいパウダーだったよね、うん、軽くて深くて。そうだね、うん、すごい冷えてたから余計。そうだね、すごい冷えてたからだと思うんだけど、うん、すごく質のいいパウダーだった。そして5年前来た時ってまだ小鳥もあのパウダーなんか滑れなかったし、うん、葵に関してはこのスキー場で初めて一人で滑れるようになったぐらいだったから、うん、実は網張温泉のスキー場のパウダーってちゃんと滑ったことなかったんだよ。いやー、すごいポテンシャル、最高に良かった。私たちパウダーエブリデイ。Dude, that father is 10 men permed!